今回のアウトナンバー編集長が行くは北谷町美浜アメリカンビレッジにやってきました。北谷といえば沖縄県内屈指の観光スポット、一日中楽しめる街です。そして沖縄アリーナからも約4キロの好立地。そして今回はチャンピオンシップ直前ということで、琉球ゴールデンキングスを熱量高く応援しているお店をご紹介いたします。観覧車の前の広場、カーニバルパークの2階にあるレストラン、カリー&タパスブルータートルリゾートです。まず店の前でキャプテンの田代選手と岸本隆一選手が出迎えてくれています。Hello everyone. So this restaurant is Blue Turtle Resort. We have a curry rice, steak and french fries, and we also have alcohol as well. We are supporting UQ Golden Kings. It's an Okinawa basketball team. So well, we look forward to all of you coming. Mensore. ここに来ればバスケット見れるという。はい、見れます。ブルータートルリゾートっていうレストランなんですけど、はい、こちらに来れば向こうのテレビ画面で中継でバスケットを見ることができますので、皆さんのお越しをお待ちしています、はい、まずこちらが当店おすすめのカツカレーになっております。そしてこちらが当店で一番人気のビーフステーキ、はい、ビーフステーキ、はい、そしてご一緒にサラダを準備させていただいてます。まあこれらカレーもそうですし、ステーキもこのビールにとても合うので、どうですか？めっちゃうまい。J コムさん的にあのチャンピオンシップで、はい、期待してるというか、お気に入りの選手って言いますか？お気に入りの選手はジャック・クーリーです。ジャック・クーリー、彼のリバウンド力に期待したいと思います。そうですね。あとはなんといってもラミザト選手、ラミザト選手、はい、頑張ってほしいです。 J コムさんバスケットされてたんですか？バスケットやってました。今でもやってます。体育館でやったり。身長いくつですか？189センチ。189、はい。ダンクできますか？ダンクできます。ダンクできます。出身どちらでしたっけ？あ、自分は福島です。山の方なんですよね、本当は。日本の後って言って、いや本当福島のちょうど真ん中くらいです。注目してる選手いらっしゃいますか？あ、そうですね、あの自分はあの福島出身なので、うん、あのやっぱり同じ福島県出身の桐生選手です。あ、さすがですね。頑張ってください。素晴らしい。美味しい。当店おすすめのカツカレー、カツカレー、これはパン粉を少し大きいものを使ってて、より衣がサクサクとしたようになっています。でカレーについてもスパイスはもう本当内緒のスパイスを使っていて、秘伝のスパイス、ね、はい、特にこのカツと合うように作られています。で、はい、ステーキは当店の一番人気になっています。素晴らしい。一番人気です、はい、なんかでも美味しかったです。肉とサラダとバランスよく。そうですね。で特にカツカレーに関してはやっぱりゲーム、試合を見るときは、うん、カツをぜひ、ね、食べていただいて、琉球ゴールデンキングスが勝つように、応援していければなと思います。でテレビもね、結構大きなテレビがあって、はい、そうですね、楽しめる。店内の方でもテレビが見れますし、これからあのテラス席の方でもバスケ中継が見れるようにしていきます。テラスにもね、80型の今、そうですね、つけようってことで大きいものをちょっとつけてみんなで応援していければなと思っています。いや最高ですね。はい、沖縄やっぱりそう街で見れる環境が
ちょっと少ないなっていうのは、ね、なんかあのハワイに住んでてもスポーツバーっていうのはあちこちにあるんですけど、うん、なかなか沖縄の方ではそういったものがなかったので、このお店でみんなで応援できればいいなと、うん、そうですよね、はい、そういう環境作りができたらいいなと考えています。チケットなかなか手に入らないらしいので、応援したいけど見に行けない人はぜひこちらで中継を一緒に見て応援していければなと思います。ありがとうございます。はい、ジェイコブさん、渡辺さん、ありがとうございました。ブルータートルリゾートでは飲食をしながらバスケットをテレビで観戦することができます。ご予約も可能です。テラス席でバーベキューもございます。詳しくはホームページやインスタグラムをご覧ください。コメント欄にリンクを貼っておきます。さあ、いよいよキングスのチャンピオンシップクォーターファイナルズが始まります。皆さん、沖縄一丸で応援していきましょう。それではご視聴ありがとうございました。